どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、特別企画で、特別企画っていうか、まあ、普段ね、ガズレレのガズはですね、ガズレレ YouTube、このウクレレでね、演奏動画を皆さんにこうシェアできるように、もう簡単にね、誰でもできるようにウクレレレッスンを公開してるんですけど、どんなこう、道具というか、どんなところでやってんの？ね、撮影するところは見ると思うんですけど、ほぼこのデスクでいろんなことをやっておるんで、そのガズの7つ道具を今日はご紹介してまいりたいと思います。はい。どんなね、まあ、もうね、ちょっとこれで数えていろいろ考えてみたんだけど、7つどころじゃないんですけどね、基本はね。はい。まあまあ、順に紹介します。まずはウクレレ。まあ、ウクレレはもいつも言ってるんでね、まあ、これガズのわがままウクレレでいつも使ってますけど、まあ、こんな感じで、ね、いつもこういう引っ掛けているんですよね。こんな感じでここに2本あったりとかします。はい。でやっぱりこの子です。この子見てください。パソコンです。パソコン、やっぱりもう、ね、ほとんどね一日中このパソコンをいじくってて、これはねファイナルカットプロという、まあ、ソフトなんですけど、これでね画像編集を、動画の編集をしているんですよ。こうやってね、そう、こうやってここにこうやってやって、こう字をここにこうやって打ち込んでみたり、ほらこんな風にやってね、ガズレレでーすとか言って、こんなことをね、まあ、ここでこんな日々日々この椅子に座ってこれやっておるわけです。ほらガズレレですってなったでしょ。でこれをこう大きくしたり、いろいろこの字をね、字を大きくしたり、いろいろこうやっていじってるわけですよ。ドーン、マイナーでかいぞーとかちっちゃいぞーとか、まあこれ色つけるとか、これで、このパソコンでいろいろやってます。黄色にしたり青にしたりと、こんな感じですね。これでもうこう見てもらうと、こういう風にまあずらずら並んで、でもねこれ動画編集やっている方が見たら分かるけど、僕本当にねあんまり動画の編集のテクニックももうほぼ知らずに、もう最低限の編集しかしてないんで、でもこの Final Cut Pro というソフト、編集ソフトを使ってだいぶねもうガズレレの動画のね見やすさも上がったなという風に思います。まあだからこの Mac のパソコン、これがまあ一応メインかな。あとはねカメラなんですけど、今これ撮ってるカメラはそうなんですけど、ちょっとカメラ切り替えます。このカメラのご紹介、はいはい。じゃあ使ってる、いつも使ってるカメラご紹介します。これです。これルミックスね G8。 これね全然わかんないんですよ、僕カメラのことまるっきりわかんなくて、なんか詳しい方にいろいろ聞いてて、これがいいんじゃないかってたどり着いたんですけど、これがすごいでしょ。これ特徴的じゃない。これマイクです。これがステレオマイクになってて、このマイクになってからガズレレ YouTube 動画も音がねすごく良くなってます。これはねここにこう別、要は取り外しできるようになってるんですよね。で実はもっとちっちゃいミラーレス一眼で最初やったんですけど、オートフォーカスのモーターの音がめちゃくちゃ音に入っちゃうんですよね。一応ねガズレレレッスン動画といえども音がちょっと気になるじゃないですか。だからどうしたらいいかなと思っていろいろ考えてるうちにこれにたどり着きまして、これこんな風に横にねこうやってこれモニターがこう出るんで、ここで確認しながら撮ってるっていうことなんですけどね。はい。これすごいね、そんなに高いカメラじゃないんですよね、こういう一眼レフとして。なんでこれですごく有効にお世話になって、このマイクでいい音を皆さんにお届けしております。はい、ご案内、カメラのご案内でした。はい、カメラでいつも撮ってるんですよ。またこのカメラで今戻しましたけどね。そしたらね、あとね何しようかな、カメラの、あとは、そうだ、これです。これノート、これガズのノート、もう21冊目のノートになりました。こんな感じいつも書いてるんですけど、ちょっとここを見てもらっていい？ここふーっと丸、これ今までこんなにもノートがあるんですよ。すごいでしょ。20冊もノートがあるとこんな感じ。ほら全部ここにストックがあって、朝今ねガズクラブ、この楽譜ノートが毎月5曲この中からお選びいただいて皆さんにダウンロードしていただけるというガズクラブの中で、毎朝ですねガズがラジオ放送してるんですよ。ガズラジというラジオ放送を毎朝7時からやってるんですけど、そこのところでね今日何やろうかなってこのノートのところからパッとこう探ってみたりとか、そんなことをやってます。アーカイブアップロード今日何しようかなとか、そんな感じでやったりしてます。そしてこのノートなんですけど、いろんな種類があって、かつては英語のノートを使って、英語っていうのはイングリッシュのね、イングリッシュのノートを使ってたりとかしたんですけど、最近はですねもうすっかりこの定番のキャンパスを使ってて、そしてね今日これもね皆さんガズレレではね、これがなきゃもういられないっていうものを紹介します。じゃーん、皆さんこれ知ってますか？フリクションボールペンでございます。このフリクションボールペンっていうのはね、これね知ってるでしょ、こう書くでしょ、書いたらじゃん、このここで消えるという、消えるボールペンですね。
このねフリクションボールもめちゃくちゃ使うんですよ。なぜかというと、まあ、書いてるうちにですね、もうなんかちょっとあ違うな違うなとかってもう書いちゃ消し書いちゃ消しってやってるんですよね。そうするとめちゃくちゃこれ便利で、前はこの修正テープでノートをやってたんだけど、もうね厚みが増すぐらい修正いるんで、これは本当にね助かってるんですけど、とにかくこのフリクションボールめちゃくちゃ便利で最高なんですけど、インクの減りめちゃくちゃ早いです。そういうわけでね、何が起こってるかというと、見てください、このインクをですねめちゃくちゃ買うんですよ。こんなに買ってます。もう本当に1週間にこれ1週間に1本以上はもうなくなってると思いますね。はい、そして見て、これ見えるかな、ここに消しゴムついてるんですけど、これがですねめちゃくちゃ減るんですよね。ここだけを買ったりしてます。そしてね、このねフリクションのこれ専用の消しゴムも、これも使ってるんですけど、これもね結構減っちゃうんだよね。まあそのぐらい書いちゃ消し書いちゃ消しってやってるんで、まあだからこのノートもね、あんまり安いやつを買うとね紙が破れちゃうんですよね。一応この一流メーカーの国用のキャンパスノートぐらいのやつじゃないと、この使用に耐えてくれない。あともう一個あるある言っていいですか、フリクションボールペン使ってる方きっと経験あると思うんですけど、消すじゃないですか、これね摩擦熱の熱で消えるんですよ字が。これねこれ消してたらこっちも消えちゃうっていう、反対側の字も消えちゃうんですよ。なんでねこれ本当にね、それだけがちょっと言う、例えば今ここにちょっと消えてるなったこういう感じで消えちゃうんですよね。こんな感じでこういうふうに消えかけちゃう。なんでこれ消えちゃうかっていうと、こっちを書いた時にすごくここ消した跡があるでしょ。これを何回も消したりしてると、こういう後ろが消えちゃう。これがね後で見た時にね、またあれなんだこれってなるんで、それがちょっと難点かなということですけども、このフリクションボールペンにめっちゃ助けられております。これはすごくいい。ただしそのさっきも言ったんだけど、熱があるところでは消えちゃうって可能性があるんで、車の中にこのノートを長時間放置して真夏にね消えちゃうっていう、あとはね経年変化にやっぱ弱いみたいで、そういうのはね、まあ、じゃあデータに残しておくのがいいかなと思う。あ、これいつもペンを入れてるこのマグカップ見てください。 YouTube これ六本木ヒルズに、まあ行ったことあるんですよ。 YouTube に呼ばれて1000人を超えた人が参加できる、なんかこうコミュニティの中のところに行った時にこれお土産でもらったんですよ。今やペン立てになってますけどね。はい、でこの緑があったりとかして、あと必要不可欠なのこのメモもねよく使いますね。もう殴り書きでこう書いて、はい、で あと大事なのあった、カポタスト。これねカポタストはね、僕コードを拾うときに、インターネットでねユーフレットっていうサイトとかの、要は楽譜が載ってるサイトがあって、そこを参考にするときも結構あります。ちなみにユーフレットっていうのはどうかこの辺にリンク貼れたらっていう、この読み方も以前解説してる動画ありますね。ユーフレットめちゃくちゃ便利なサイトがあるんで、それ見た皆さん見た方がいいですよ。はい、なんですけど僕結構ね耳コピ派っつって、耳コピっていうのは聞いてこんな感じかなこんな感じかなっていう耳で聞いてさ、こう楽譜を起こしていくっていうのを昔からバンドマン時代からそういうのやってるんで、結構耳コピー多いんですよ。そうすると大体、この曲はもしかして C から始まるかなとか、Aマイナーから始まるかなとか、ガズレでやってる方は大体いつも C から始まるなとか、思う方多いと思うんですけど、もうまさにそんな感じです。で聞いた感じで C だなと思っても F だったりするときあるんですよ、最初のコードがね。だそれを探しながら一応この例えば YouTube の動画と合わせて歌ってみるときにカポを使ってそれで試すんですよね。そうするとこのカポを使うとさ、これウクレレ用のカポ出すと、これモーリスんだけど、これねカポはまあ動画でもいろいろ言うけど、ここに飛び出しがあるからすごく押さえづらかったりするんですよね。このね片やこのカイザーっていうメーカーのね、これギター用ですけど、このカポはですねほらここに何も飛び出しがないからすごくこう握りやすかったりとかいろいろあるんです。でこれがですねめちゃくちゃ優れたカポで、これダダリオだったっけな、そうこれはねこうやってくるくるここで締めるんですよ。締めるとこれこそほら飛び出し何にもないでしょ。こういうのもいいんだけど、ただしこれくる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 回すのがですね、もう一周にして挟むのに慣れちゃうと、このワンアクションに慣れちゃうと結構めんどくさいなということで、ここにこんな感じでこうチューナーとかこのカポとか一応並んでます。あとこれコードスタンプ、これはいつもねここに押してあるやつですよ。これねこれいつもこうやって押してるんですよ。このコードスタンプです。よくあるやつですこれ。はい、こういうのもね便利使ってますね。はい、あおいでね、あとなんだ、あとはねここに一応書いたんですよ。ああと思い出した、ガズレレ動画をYouTube 配信するときに欠かせないのが、カメラとね、もうスタンドももちろんカメラスタンドが必要ですけど、このノートを実は見てるわけじゃないんですよ。これはちょっと新事実かもしれないです。これをコピーして、これね BFO サイズなんですよね、サイズ。
もうちょっと大きい方が見やすいなってことで A4 に拡大してコピーしてるんです。なのでうちには、ね、コピー機があるんです。これがね結構面白いよ。ちょっと見てください。はい、これこんな風にして書いてるんです。これすごいですよ。これ強烈ですよ。これこれね、ちょっとこれ難しい曲をここにまとめてるんですけど、これオフィシャルヒゲダンディズムのラフターっていう曲ですね。これまだパート1ですけど、こういう風に、もともとはねこのノートなんですよ。どっかになるぞこれ。どこだっけな。あったあった。これこれをこのぐらい拡大して、このタイミングとかメロディーラインをここまで書き込んでるんですよね。これを書くときにさっきのフリクションボールペン、これがめちゃくちゃ役立つわけです。はい。そしてもうちょっとこれ映してもらうと、これ例えばさ、今こうじゃこっちを見して、これパーッとこれ見るでしょ。そうするとこうやって演奏してるときにあれどこやってんだっけって迷っちゃうと目が。それを対策として見てください。青く囲ってるじゃない。これこれでこのなんとなくこう場所を、楽譜の場所を掴んでます。その時にやっぱり必要になるのがこのカラーペンだな。このカラーペンもなくてはならない存在なんです。これもだからすぐ終わっちゃう。これ水性こういうのってねすごい減りが早いんですよ。なんでね文房具はすごく結構マニアックにいろいろやってますけど、これやっぱり、ね、いつも言ってますけどね、楽1曲ずつねもう毎日毎日このいろんな曲を撮っているんだけれども、まあ、もちろん当然ながらねもう毎日全曲覚えられるわけじゃないんで、なるべく覚えてからやりたいんですけど、まあまあそれでもねやっぱ見ながらやってるわけですよ。カメラから外れた時にも見てるっていうね裏技を使ってるんですけど、これで結局のこのコピー機に使ってこのこっちね、これはもうでもこれを皆さん見たら分かりやすいのかもしれないけど、どうですかね。これも見やす分かる人が見たら分かるけど、これじゃちょっとなんていうのは、まあまあそんなことをやったり実はしておるわけでございます。はい。で結構すごい涙ぐましいでしょ。いつもここでね結構な時間を過ごしてます。だからここでこうやって お茶を飲みながらとかで、これ夜はこうライトつけてこう夜とかねこう紙にこう書くときにやったりとか、してますね。はい。今日はだからそんな感じかな。あとはもう撮る場所、撮る場所はいつも皆さんね YouTube ガゼレレ YouTube で見てるからね、ちょっと写真貼っとこうかこの辺にね。そうこれはね緑がたっぷりのところで、まあうち基本的にやっぱりねこの海にもちょっと緑がいるというか、緑の中でね音楽を作るとかね生み出すのがいいかなと思ってるんですよ。いろいろこんなシステムになって、システムっていうほどまあ多分相当軽いやつだと思うんですけどね、もっとみんなね YouTuber の人とかすごいもんね。なんかそういうわけでですね、まあこのちっちゃいこの我が家のこの片隅から全世界に、ガズレレ動画をこう送り出しておるわけでございます。皆さんいつも見てくれてありがとうございます。まあこれからもねここでいろんなアレンジしたり簡単アレンジしたり、面白いこうことを考えたりとかして、はい、行きたいと思いますので、またガズレでフォローの方よろしくお願いします。までこれからもいろんな曲やるからね。はい。ガズクラブなんかでもねまたいろいろここでラジオ配信してるって言ったけど、ラジオ配信もめちゃくちゃ面白いですからね、もう新しいこともどんどんチャレンジしていきたいと思います。それでは皆さん引き続きこれからもガズレレ YouTube よろしくお願いいたします。さよなら、バイバイ。